ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が AMG C63S、 こちらをご紹介させていただきます。もうすごいいいのが来ましたよね。え、はい、車は C クラスですけど、はい、はい、あんまり面白くないよね。本当ですか。はい、はい、まあ、でも僕的にはこれちょっと今回かなりいい車だなと思って。いや、いい車ですよ。なんといっても、はい、もう価格が、そうなんですよ、もうすごく落ち着いてきてるんで、このなんていうんですか、エンジンと車にしたらものすごくお買い得な車だな。すごく、はい、ちょっとそんな車を今回ご紹介させていただきます。はい、で車の方、まずデータの方からいくと、うん、2016年式いわゆる前期型の、そうですね、お車で走行距離が28,000キロ、はい、はい、ちょっとボンドカーズとしてはちょっと距離は、うん、いつもより少し多め。そうでもないかな。あ、本当ですか。いやでも違うんですよ、前期の C63 っていうともうしょうがない距離なのかなと思いつつ、その中でちょっとこう厳選しながら仕入れてます。まあ、もちろんその自信のあるコンディションっていうことですね。もちろん、はい、でまず外観からいくと、まあちょっとオプション関係に関しては今回そのカーボンのエクステリアパッケージが付いてたりとかしない、はい、こうシンプルな、うん、そうです、はい、ただ、はい、もうここ僕逆にちょっとおすすめポイントだと思うんですよ。そうですよね、はいはい、ここからいじっていただけるなと。そうなんですよ、はい、もう価格もこなれてきたし、はい、車こう年式的にも落ち着いてきてるじゃないですか。もういじってこうせっかくだったらちょっとかっこよくして乗っていただいて、ね、そうなんです。まあ、もちろんそのノーマルで乗っていただいてもすごくいい車だと思うんですけど、もちろん、はい、で、まあ、この辺ヘッドライトだったりはもう63ですから標準でマルチビームのものが付いてたりとか、はい、うん、はい、あとはこのパワードーム、はいはい、やっぱりこう AMG のモデルをこう象徴するボンネット、はい、もうノーマルでもかっこいいんですよ。かっこいいですね、はいはい、バンパーしっかり、こうボンネットしっかり、うん、そしてこのフェンダーも当然63ですから、はい、まあ、普通のモデルなんかよりも確か60ミリぐらい、60ミリか70ミリぐらい、はい、割とワイド、ちょっとざっくりで申し訳ないですけど、はい、ちょっとワイドになってて、うん、で今回の車はしっかりローダウンも、はいはい、ちょうどいい感じですね。そうですね、ちょうどいいと思います。ちょうど指1本分ぐらいですかね、はいはい、ダウンスプリングでローダウンしてある感じです、はい、そしてホイールがかっこいいじゃないですか。これ割と定番ですけど、はい、いいですよね。いいです。このセンターロック風のデザイン、あ、そうですね、はい、なんかでも車に似合ってますし、なんか古臭い感じもしないし、飛び抜けてデザインがおかしいって感じもないじゃないですか。でまた他の AMG モデルもこれ結構そうです、このデザインでいってるんで、はい、非常にまとまりもあって、うん、はいはい、でそして、まあ、当然 C63 ですから、はい、ブレーキも、まあ、カーボンではないですけれども、ではないですけどね、はいはい、6Fotのどでかいブレーキが、そうです、はい、はい、S モデルなんでレッドキャリバーですし、あ、そうですよね、はいはい、このホイールも S モデルな、はい、専用のホイールです、はい、で横に行くと、うん、で今回の車ルーフがなんと黒くなってるっていう、はい、これはラッピングで黒くされてます。もともとパノラマルーフなしのお車なんですけど、通常ですとねボディカラーなんですが、これは前のオーナー様の好みでこの風になっております。ちょっとこう引き締まった感じで、そうですね、パッと見が、はい、いい感じです。はい、まあ、あとはラッピングなんで、もし、うん、あのお気に召さなければ元に戻すなんていうこともできますから、はい、そうですね、はいはい、またさらにこうちょっとこう経年劣化が若干なくはないので、あの新たに張り替えてもいいですし、剥がしてもらってもいいですし、それはもう次の方のお好みで、パノラマルーフついていればいいってものではないので、必ずしも、ね、月がいいっていう方いらっしゃらないんですし、意外とこうなくていいっていう方がいるので、まあ、そういうことを踏まえてちょっと今回仕入れてみました。そして横、まあ、バババババッといくと、はい、まあ、リアなんかも同じように赤いキャリパーになってて、あとは後ろ行きましょうか、はいはい、後ろもしっかり S モデルということで、 S モデルだと馬力がちょっと出てるのと、はい、そうです、デフが少し違ったりとか、はいはい、510馬力くらいってですね。そうです、はい、あとキャリパーですね、キャリパー、はい、赤キャリパーの専用ホイール、スタンダードな C63 よりちょっと過激になってる感じ。そうです、はい、あとは定番のこの4本出しのマフラーと、うん、はい、外観をちょっと駆け足でバババッと紹介しちゃいましたけど、はいはい、続いてちょっと内装の方をご紹介させていただきます、はい、内装、まあ、いくつかパターンというか種類あると思うんですけど、今回の車、はい、なんとこの赤と黒のコンビで、はい、ドアからいきましょうか、うん、まあ、しっかりこの辺もレザーで赤ステッチで、はいはい、なんでしょう、このブレーキキャリパーの色もあってか、ちょっとこの赤ステッチいい感じに、いい感じですよね、はいはい、なってますね、うん、そしてこのオープンフィニッシュのちょっとウッドと、はい、あと今回の車エクスクルーシブパッケージがついているということで、そうです、はい、このブルメスター、はい、このスピーカーのこのカバーかっこいいですよね、うん、はい、
しっかりついてございます。そして中に行くと、はい、またシートがちょっとこれ派手なんで、ね、派手ですね、はい、ちょっとまあ好みは分かれちゃうかもしれないですけど、はい、もう車のキャラクター的には、うん、はい、このぐらい主張してても、 もう全然見劣りしないというか。でも実際に乗ったら座ってしまうと分からないですよ。まあ確かにそうですね。そう、あと表から見た時に赤いところがあまり主張してないんで、うんうんうん、あまり派手に見えないです。確かに外から見ると、はい、こう、そうでもないですよ。背もたれと座面のとこだけなんで、うん、シート単体で見るとね、赤が入ってるから派手に見えるんですけど、これシートベルトの色とかが変わってる方がよっぽど目立ちますよね。だと思いますね、はい、そんなシートがついてて、そしてダッシュボードもしっかりレザーで、はいはい、赤ステッチで、うん、いやかっこいいですね。ね、でハンドルもセンターマーキングが赤い、はい、そうです。あとは S モデルなんでアルカンタラのコンビ、はい、ステアリングですね。アルカンタラの状況もとてもいい状態です。はい、非常にスポーティーなステアリングになってます。はい、じゃあ早速乗ってみてもいいでしょうか。はい、どうぞ。いやいい感じです、はい、安心ですね。安心です。はい、実は最近僕、はい、撮影で C6 さん乗らせていただいたばっかりなんですよ。うん、そうなんですか。はい、同じ確か前期のクーペかな。あ、はいはい、ちょっとあの新鮮さこそ、うん、あのタイミング的になくなっちゃったんですけど、ないかもしれないですけどね、はい、うん、ただシートはあのパフォーマンスのシートじゃなかった、あ、パフォーマンスのシートだったんですよ。はいはいはい、はい、だちょっと座り心地はかなり違うんですけど、うん、こっちのシートも結構ここのホールドが効いてますね。いいですね、うん、本当いいですね。でまたクッションが硬すぎないんですよ。はい、それはあるかもしれないですよ、はい、なんか、まあ、ベンツらしいって言えばベンツらしいし、 AMG らしいって言えば AMG らしいって言うんですかね、はい、なんかもう背中のホールドめっちゃいいですね。いいですね。で座面は割とゆったりな感じです、うん、はい、そしてステアリングは先ほどもちょっと触れましたけれども、はい、で僕 D シェイプかと思ったら、うん、ここも少しなんか平らにしてあるらしいですよ。あ、確かに全体でこう横長なイメージ、うんうん、はい、のステアリングで、はい、まあ、適度な太さと、うん、まあ、ちょうどこの握るところがアルカンターラになってる感じで、うん、はい、はい、でしっかり AMG のロゴも入ってて、うん、はい、あとパドルと、はい、この辺と、うん、はい、あとメーターがこれちょっと前期後期で違うんですよね。そうなんです、はいはい、後期だとフル液晶になるんですけど、はい、前期だとこのアナログのメーターで、うん、はいはい、まあ、これはどっちがいいとかじゃなくて、うん、はい、どちらもいいんじゃないでしょうか。そうですね、はいはい、こんな感じでしっかりここもカーボンなんですね、マッパも、うん、そうです。で赤い針と、はい、こっち側と、うん、で真ん中にインフォメーションと。そうですね、はい、はい、そして、うん、この辺の装備なんかもヘッドアップディスプレイ、うん、しっかりついてて、はいはい、これがあのエクスクルーシブパッケージに含まれる部分ですよね。そうです、はい、これヘッドアップディスプレイです、はいはい、実際とかレーンキープと、はいはい、しっかりついてて、うん、でヘッドアップディスプレイ自体はこんな感じで、はい、ついてございます、うん、これをなんかうまく映す、そう、はい、なんかないの、伝わんないんですよね。伝わんないそう、はい、なかなかここに映るんですけど、うん、なかなか動画だと分かりづらいっていう。そしてこの辺ナビ周りちょっとオンにしましょうか。はい、はい、こんな感じで NG のロゴ ロゴもしっかり出て、はい、はい、まあ、この辺はもう安定のコマンドシステムですよ。そうです、もう安心安定です、はい、こんな感じで、うん、そしてこの辺ディスク入るんですね、はい、入ります、はい、ついてて、うん、そしてエアコン、はい、周り、そしてIWC ですやっぱり。そうです、 MG といえば、はい、はい、そしてこの MG のロゴもいいですね、うん、この辺のウッドの質感も、はい、そしてドリンクホルダーと、うん、小物入れですね、はい、これ、はい、携帯の充電とかにはなってないんですよ。これはなってないです、ね、はい、はい、うん、こんな感じで、はい、でこの辺が、はい、ナビ周りの操作関係と、はい、あとモード切り替え。そうです、はい、この辺がしっかりついてて、うん、はい、であとアームレストの後はこんな感じで、はい、USB と、はい、USB2 系統と SD がついてる、うん、はい、はい、そして上行きましょうか、はい、はい、ピラーはこの黒いファブリックで、うん、はい、天井も同じ素材ですね、うん、はい、はい、でバイザーはこのプラスチックですかね。プラスチックですね、これは、はい、はい、こんな感じのバイザーになってて、はい、でレーダーも今回もついてると。はいはい、ドラレコはないんですね。これドラレコはついてないです、はい、もし必要であれば購入時にご相談いただければ、はい、いろんなものがお提案できると思います。はい、あと、はい、あ、そうですね、うん、エクスクルーシブパッケージということで、はい、パフュームアトマイザーがここについております。はい、僕恥ずかしながら知らなかったんですけど、はい、パフュームアトマイザーって匂いだけじゃなくて、うん、空気清浄機能もついてるんですね。それは初めて知りました。あ、本当ですか。
僕も資料みたいなだけなんで、本当かどうか分かんないですけど、まあ、本当なんでしょう、はい、空気清浄機能付きパフュームアトマイザーみたいな感じなんでしょう。あ、そうなんですか、はい、へえ、っていうことみたいです。勉強になります。オイニーの瓶をつけるんですよね。そうです、ここにパカッとつけます。はい、今泡ついてない状態、ついてない状態ですね、はい、こんな感じになってございます、うん、はい、だとペダル関係はもう至って、うん、もう普通というか普通ですね、はい、特に左ハンドルは特にこの足元のこっちの左足のスペースがしっかり届いてていい感じです、うん、右ハンドルだとちょっと、はい、このセンターのトンネルでちょっとこうなっちゃうんですよね、はい、少し、まあ、そうは言ってもきつくはないんですけどね、はい、どちらも、はい、こんな感じの内装になってます。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、後ろもフロントに習って、うん、座面と背中が赤くなってる感じ で、ね、はい、で C クラス割とこう後ろの居住性というか、うん、はい、広いんですよ、はい、もう全然大人が乗ってもちょっと乗ってみたいと思います。はい、もう超ゆったりとは言わないですけど、うん、やっぱりもう本当に3シリーズの時もそうですけど、うん、よくできてますよね。よくできてます、はい、僕175センチ、上も全然余裕です、うん、はい、あ、上もしかしたら3より全然、そう、あのね、あるかもしれないですね、はい、ルーフの高さとあとこう足元膝のところのあたりは3シリーズよりちょっとずつ広いです。あ、はい、そうかもしれないです、うん、少し3より天井のクリアランスが余裕がある気がします。そうですね、気のせいだったらすみません、僕ほら両方乗ってるので、はい、あの分かるんですけど、あ、3の方が若干狭いかなっていう。なるほど、はい、でリアシートのクッションは、うん、まあ、フロントと同じぐらいですかね。そうですね、若干硬く感じるのは多分、はい、少し硬く感じる、あの使用頻度が少ないので、あ、まだ張りが、そう、個体として張りが残ってるのかなと思います。かもしれないですね、うん、はい、新車種はそんなに違和感ないですね。そうです、前後とも、はい、まあ、後ろの席なんですごくホールドがいいかっていうとちょっとあれですけど、はい、そうですね、ここはしっかり張り出してて、はい、外側のサポートは悪くないです、はいはい、で後ろはアームレストが、はい、ついてるんですね。はい、ついてます、はい、ちょっと暗くなっちゃってますけど、はい、映んないかな、映りますか。でこっちドリンクホルダーですね、はい、はい、いいですね、うん、M3 なかったですからね。そうそうそう、なかったね、はいはいはい、M3 はないですからね。ちょっとありがたいななんて思っちゃったりとか、はい、うん、はい、ついてございます、はい、そして装備関係はエアコンの吹き出しと、はい、はい、シガーもないんですね。シガーはないですね、後ろね、ないですね、はい、ちょっとここ充電ぐらいしたいですね。そうですね、はい、あれば本当は嬉しいですね。そうですね、うん、ちょっと欲しい感じです、はい、あと C クラス RR で、はい、これ、はい、これがね、例えばこう何か重いもの、はい、手帳とか、はい、あ、ちょっと厚めの雑誌とか、はい、入れっぱなしにするとバカバカになっちゃう。そう、伸びちゃうんです、これが。だから C クラスをお乗りの方、これから買おうと思ってる方、はい、なるべく厚いものにないで、せいぜいこのぐらいで使っておくと大丈夫です。なるほど、そういうことですね。このぐらい厚いものにしておくと気がつくとドーンとなってます、はい、これ多分直すのこれごと交換ですよね。その通りなんですよ。結構費用かかっちゃう。かかります。そうすると、じゃあこれから選ぶ方にも、はい、はい、ちょっと気にされるんであれば、ちょっとこの辺よく見ておいた方がいいんじゃないかなっていうポイントです、はい、今回これ多分全く使ってない感じですよね。絶対、はい、あ、ごめんなさい、全然使ってないです。なんで張りがすごい残ってるんで、はい、バッチリです、バッチリです、はい、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。この足で開けるやつがエクスクルーシブパッケージで付いてるってことで、はい、うん、はい、こんな感じで、はい、シークラスもちょっと今ドキッとしたでしょ、はい、あれあれって一瞬思っちゃいましたけど、なんかちょっともっとレスポンサーが開いてくれるといいんですけどね。ちょっとここ結構勢いよく開いたりするのもあるじゃないですかありますあります。絶妙なタイミングなんですでしっかりこの電動の開け閉めで、はい、使えるようについてるんですね。そうなんですよ。結構この辺のクラスでちょっと装備違うじゃないですか、はい、ついてたりついてなかったりとか、うん、でも毎回思うんですけど、その足でキックで開くのは当然いいじゃないですか。これ閉まるじゃないですか、はい、で何が言ってるか分かりますよね。え、どういうことですか。これいいじゃないですか、はい、これなんか、はい、いやじゃないですか。え、どういうことですか。え、なんか これって機械的に開いてるだけじゃ、機械的っていうか、なんかなんていうの、こうダンパー的に開いてるだけじゃないですか、はいはい、なんかどうせだったら開くときも電動でウィーンって開いてくれた方がいいかなって思います。なんかこう、あ、今ごめんなさい、はい、それはもうワンランクかツーランクぐらいの、はい、車で。でもない車もあるじゃないですか、この車格だと。もちろん、もちろん、それから考えるとだいぶ、うん、で確かこれ閉めることもできるんですよ。開き方が、あ、できますよ、はい、はい、うん、
何回開けたり閉めたりするんだって怒られちゃいそうですけど、はいはい、結構トランクは重要な部分かなと。そしてトランク割と広い感じで、はいはい、でもネットも下げられますしね、メルセデスは、うん、そうですね。でシートも4対6で、そうですね、これで、はいはい、倒れます、倒せますんで、はいはい、で下側はスペースあるんでしょうか、うん、これありますよ、あ少しだけ、はい、はい、うん、まあ、ファーストエイドキットが入るぐらいの、はい、あとこれがあれですよね、ホイールのセンターキャップ回す、そうです、はい、専用工具です、専用工具もしっかりついてると、はい、はい、でシートを倒すとこんな感じで、うん、はい、ものすごく広々と、うん、で、はい、こういう配分ですね、こういう配分、はい、あ424ですね、やっぱり、ああ2になりました、はい、あごめんなさいごめんなさい、はい、ここが、あ、はい、ついてました、ついてました、はい、はい、だから4人乗って長いものも、うん、まあ、積もうと思えば詰めるってことですね、詰めるってことですね、はい、続いてボンネットをちょっと見てみたいと思います、はい、もうこのボンネットの中のこれに、うん、この全力投球してもいいと思います、全力投球、はい、はい、全力ここですね、はい、もう名機に、はい、名機って言ったら早いですか、まだ AMG GT と同じ、うん、基本設計が同じ、基本設計が一緒です、はい、M177 でしたっけ、そうです、エンジンちょっと違うのはなんかそのドライサンプじゃないんですよね、うん、はい、普通の、はい、タイプのそうです、こういうの循環で、はい、ただ基本設計一緒なんで、はい、もう同じエンジンが乗ってるって言っても過言ではない、そうですね、はい、はい、ベースのユニットは一緒ですから、で冷静に考えたらすごいですよね、いやすごいですよね、だって AMG GT のエンジンが C クラスに乗っかってるんですよ、はい、で一応 AMG のその63モデルの中ではちょっと馬力的にはこう、はい、少しこう抑え気味、まあ、抑え気味といっても510馬力出てますけど、はい、はい、でももうこの車体にこれが積んであることによって、うん、なんかその車のなんかそのメインのテーマというかがなんかアジリティ、はい、はい、なんかその俊敏さというか、うん、らしいですよね、そうですね、はい、はい、でもこれでもう振り回して、うん、はい、というか無理ですよ、肉ですから、そうなんですよ、危ない、フォーマチックじゃないんですよね、違います、これは、はい、でちゃんと今回予習してきたんで、お、すごい、はい、と言ってもあの、うん、普通に書いてあることだけですけど馬力が、63S ってことで510馬力、はいはい、トルクが 71.4 キロ、おすごい、はい、71キロですよ、すごいよね、 C クラスで70キロですよ、やばいですよね、やばいです、そしてこれ前期型なんで、うん、まあ、ミッションの方が7速オートマ、うん、あそうです、はい、後期になると9速、9速なんですよ、はい、ただあんまりこう乗って、まあ、ちょっとそのプロフェッショナルの方とか、はい、ちょっとそのものすごく飛ばしてとかっていうんだったら別だと思うんですけど、はい、多分一般道、まあ、通常使うレベルであればそんなにこう絶対急速じゃないとダメだよっていうそんな感じでもないですよね、僕読んだ感じはそんな感じだからでもないと思います、あの実際にそのノーマルの C クラスも C63 も普通に走ってて5、60キロで流れてたら4速か5速の字が入らないですから、あとその多段化してちょっと効率がちょっとアップしてるとか、そうですね、それもあると思います、はい、でもそれも逆に考えるとリスクもありますから何とも言えないですよね、その多段なために気候が複雑になってくるとかシフトショックが出るとかちょっと細かすぎるとかその辺がどうクリアしているのかちょっと乗り比べないと分かんないですけど、ちょっと乗り比べても見たいですよね、見たいです、はい、であとワーペック的なところでいくと0100、はい、なんと4秒台、そう、はい、4秒、はい、フラット、はい、4秒台じゃなかったですよ、4秒フラット、最高速が250キロ、はい、エンジンもだから4リッターターボになってるんで、うん、先代に比べてもなんか燃費が少し良くなってる、そうデータ上良くなってます、うん、でもなんか 9.5キロ、なんか公表 9.5 キロぐらいだけど、はい、そうですね、はい、実際その満タン砲で走っても7キロぐらい走るとかって、うん、だからなんかこう63のこうガソリン巻きして走ってるイメージからすると僕意外に燃費いい方だなと思っちゃったんですよね、そうですね、それはありますよね、あの204が結構ね、はい、あまり良くなかったので、まあ、それから比較すると相当良くなってると思います。であとは 63S になると LSD の方が、うん、そうです、はい、機械式から電子式にちょっと変わったりとか、はい、その変更があるみたいです、はい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います、お願いします。はい、じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします。
でしたっけ、はい、C6 さんって。いや僕も C200 です。あ、マジですか。 C クラス装備いいんだよ。僕びっくりするところじゃないですか。そう、え、C クラス引いてくれるんですか。そうだからね、 C クラス乗っちゃうと次の車迷っちゃうの。確かに僕のお客さんで後期の C クラス乗ってんのよ、はい、もう1年半で2万キロ超えちゃって、はい、次何乗るっつっても C クラスよりアップすると CLS とか現行いいじゃん。確かに高すぎちゃって買えないので、他メーカーだとあれついてないのってなっちゃいますね。これこういうの重要ですよね。そう、あともう一個好きなのがこのドア、これすごくないですかこれ、パシャっていう。僕乗ってるでしょ、はい、剛性感半端ないよ。半端ないですよね、ほんとほんと。だからね、 BM の3シリーズよりよっぽどコーナー早いから。はい、行きましょう。はい、行きましょう、はい、よろしくお願いします。今土方さんスイッチ入りましたけど、はい、さっきの下りも使いますよ。おいしいおいしい、全然使ってください、はい、おかげさまで本当にありがたいことに C6 さんは割と乗らせていただく機会が多いんですよ。はい、はい、いや、いいなやっぱり。もう何がいいって、このまずこのボンネットの景色がいいんですよ、僕的には。いいですね、はい、このパワードーム。そう、もう AMG の、はい、ね、特権というか特徴というか。あとこのドロドロサウンド V8 の、いいですね、はい、やっぱり一番乱暴じゃないですか、うん、AMG のこのセダンのシリーズで、うん、やっぱりね、こうあれなんですよ、あのコンパクト AMG、はい、190からずっとこう来てるんですけど、190ベースの、シングルカム直六の 3.2 積んだ AMG コンプリートなんて半端じゃなくジャジャマでしたからね。へー、はい、乗ってみたいですね、はい、でその後に、ね、出て、90年代か、あの C36、これももう初期のモデルなんてもう足ガッチガチでしたからね。へぇ、はい、202ですか。C36 って202じゃないですか。あ、そうですね、四角いやつですよね。そうです、そうです、そうです、はい、202ですね。かっこよかったっすよね。いやー、よかったですね、あれは。 MG のディッシュのホイール履いてですか。そうです、そうです、かっこいいっすよね、ワンピースの、うん、はい、そう考えるとブレないですね、全然。そうですね、うん、うん、あの、まあ今もそうなんですけど、うん、特にあの当時の確かロナールかなんかのワンピースを履いてたんですけど、AMG って、はい、ロナール製だと、まあ重かったですね、ホイールが。でもそれを感じさせないっていうのはすごいなと思って。結構ホイールの進化もすごいですよね。すごいと思いますね、はい、ちょっとこれから高速に。うわー、やばいやばいやばい、さすがです、510馬力、ねえ、はい、でもすごいのはこの510馬力でこれだけもうパワーあっても、うん、普通に何ですか、そう、とっちらからない、そう、ちゃんとまっすぐ走ろうとするのが偉いんですよ。僕撮影で乗らせてもらったりとかして、はい、こう、まあ、多少ブーンって走ったりとかする機会もあるじゃないですか、うん、はい、全然安心なんですよ。そうなんだよね、はい、うん、これ全然こうよくこうパワー出すぎてこうケツがスライドしてこう、うん、コントロールできなくなっちゃうとかっていうのがあるじゃないですか、うん、FR とかだと。ありますね、ハイパーの、うん、全然ないんですよ。ないですね、不安はないんですよ。そうなんですよ、そう、 LSD もそうなんですけど、トラクションコントロールと、あとはそのなんていうんですか、横滑りがちゃんと効いてますよね。だから左右輪をちゃんとコントロールしてくれてるので、でもすぐ制御入って、うん、すぐちゃんと前にこう、そう、こう前、そう、とにかく前に前にっていう、それがものすごく楽しいですよね。安心だし、すごいですよ、でも安心して楽しめます。なんかもうどこまででも、だから低速時から踏んでってもそうだし、ある程度スピード出してる状態からこうさらにグッと踏んでも、はい、うん、全然こう安心してどこまでも踏んでいけるんですよね。ね、これすごいですよ、うん、でまた LSD って結構こうコーナリングの時だけとかって、はい、思われてたりするんですけど、直進も結構、うん、いや大事ですね。大事なんですよね、はい、すごく。いや結局その回転の左右差がなくなるんで、うん、はい、もっと前にグルって出るっていう、うん、結構僕もそのミニのメカの時に LSD、うん、組んだりする機会って時々あったんですけど、はい、もう組んでびっくりするのがまずその直進の時なんですよね。はい、
もう出足の時からグッてこう前に出る感覚があるじゃないですか、うんうん、その辺さすがですよね。そうですね。で結局、はい、今はこう電子制御だったり、はい、半電子制御的な LSD が多いじゃないですか。やっぱりそれってこう現代的な車にとてもマッチしてて賢くて、抜くときは抜かないとオープンデフみたいな形にしないと、はい、コーナーも曲がりづらいっていうか、一般道でね普通の方が交差点曲がるときにリアのデフがガンガンガンってなってたらこうなんだこれってなっちゃいますし、小回り全然効かなくなっちゃうんで、まあ、そういうときはちゃんと、オープンにしてもらう。である程度のこうトルクがかかってきたらこう締めてもらうみたいな、それが絶妙、そのセッティングがやっぱり AMG って分かってるなみたいな、はい、ところがすごく感じます。いや本当にいい車だな。いい車だよね。普通にこ う, ですよ、ね、普通に流してるだけでもベースの C クラスがいいので、205、204も素晴らしいなと思いますけど、205になってからの進化も著しくて、足回りは意外とこうバタバタした感じはするんですけど、車としては本当落ち着いてるので、すいませんちょっとあれですね、トラックから雪が来ちゃったんで水しぶきが来たんで、ね、ワイパーを、はい、ゆうべちょっと雪が降っちゃいましたから、はいはい、ちなみに今モードは、はいはい、S プラスになってますね。 S プラスなんですね。はいさすがにちょっとこう硬いなっていう感じがします。硬いなって感じがします、はい、ちょっと一回こうちょっと変えましょうか。はい、はい、レースですか。はい、今 S になっちゃいました。変えましょうかって言ってレースにするっていう、はい、はい、あれコンフォート、はいはい、やってみましょう。コンフォート、あ全然違うっすね。全然違いますね、はい、この高速のつなぎの、うん、はい、車が静かになっちゃいました。ああそうですね、はい、僕あの205いいなと思うのは、はい、まあ、ちょっとあまりこう掘り下げちゃうと語弊があるかもしれないですけど、これ204の時って結構マイナーチェンジがこう結構ビッグマイナーなんて言われてガラッと変えたじゃないですか、はい、そうですね。外観もそうだし、なんか変更箇所ものすごいんですよね。そうですね。だからもう前期後期でなんかちょっと言ったらだけど別の車みたいな、はい、だから205に関してはそんなにこう衣装もそうだし、うんうん、まあ、なんか制御系が結構メインなんですよね。ミッションがちょっと違ったりとか、うん、はいはい、そんなにこう204の時ほど大きくないこうマイナーチェンジというか。そうですね。だからもう全然前期でもこう見劣りしないというか、うん、はい、どうしてもなんか後期の方がこう目立っちゃったりとか、はいはい、速度をしますけど、もうだから全然前期でもありだなと思って、うん、そうですね、はい、あとその前期後期で言うと C クラスは205はその後期のテールランプ の, その、まあ、光り方とかですよね、ちょっとまた癖が強くなったのでちょっと好みが分かれるかなというところで、 なるほど、はい、あえて前期を選ばれるというお客様も非常に多いです。はい、ちょっと毎回ミニの話を引き合いに出してあれなんですけど、いやどうぞ。いやミニもそうなんですよ。あーテールランプはあのユニオンジャックになったじゃないですか。あなりましたね。だちょっとユニオンジャックっていう人も結構多いんですよ。あなんか社外品見て、ね、みたいだとか派手すぎるとかって言って、はいはい、だ結構外観の衣装は結構、うんうん、重要ですよね。そうだね。で205、あとはあの現行 E クラスとかもそうなんですけど、はい、メルセデス の, そのステアリング の, その操作が、はい、ここがこうメタルになった高機能タイプあるじゃないですか、はい、あれがここにちっちゃいタッチパッドがついてるから、はい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 、黒い四角いやつですよね。そうなんですよ。僕は不器用な男ですから、はい、すごくこ う, うまく使えなくて、わかります、わかります、慣れないとあれちょっと使いづらいですね。そうなんですよ。なんでこう慣れ親しんだこの方が、はい、ついてるその内容機能的にはほぼ変わらないので、それだけで言ってしまうと僕は前期がすごく好感が持てるというか。確かに。ただモニターの大きさとかこうメーター、メーターですよね。あ、そうなんですよ。そういうのを見てしまうとやっぱり後期って魅力あるなっていう。デジタルのメーターになってる。そうなんですよ。でもこうどっちとも言えない、どっちもいいという非常に難しいところではありますね。本当にだからなんかそのどっちがいいじゃなくて好みで、うん、そうです。もうアナログはアナログのその良さあるし、そうですね、もう BM なんか特にそうじゃないですか、はい、急にこうアナログからデジタルにこうパッて切り替えないじゃないですか、うん、アナログのその
やつを残したまんまデジタルにとりあえずしてっていう、そうですね、アナログとデジタルの融合みたいな、融合みたいになってますね。確かに。だこの辺は使いやすさとかで選んでも全然後悔しないんじゃないとかね。そうですね。ですよね、うん、あとはあの実際にその購入検討って考えれば大事なのって予算じゃないですか、はい、じゃあいくらまでで欲しいとなったらその予算の範囲で選べばいいわけですし、だからマイナー前で良ければより一層いいものが買えるわけですし、距離が少なかったりとか、マイナー5が欲しいとなればそれに合わせたもので、予算がきついからマイナー前っていう選び方だって僕は全然ありだと思います。63、はい、結構この V8 サウンドボーンっていうのが高いですもんね、はい、そうなんですよ。そうじゃなくても最近の車ってそのアイドルアップの時バルブ開けてこう爆音じゃないですか、うん、はい、なんかちょっととりあえずアイドルアップが終わるまでこうちょっと爆音で、うん、アイドルアップ終わったらなんか音がちっちゃくなるみたいな、そうなんですよ、車多いですよね、はい、要はなんかその近所に配慮して、はい、アメ車とかだと逆に音ちっちゃくするモードがついてる車とかあるらしいですよ。そうですね、はい、なんかあの 僕もたまたまその住んでるあの自宅がすごくこう住宅街です。そうなんです、あの駐車場はそれでやっぱりこう建物の目の前にあって、で自分家の建物だったらいいんですけど、どうしてもよそ様だったりして朝とかこのエンジンかけた瞬間の爆音ってすっごく嫌なんですよ。だから逆にスタート時に静かにしたいサイレントモードみたいなの本当は欲しいです。すごく欲しいです。かけた瞬間の爆音ってやっぱりこうなかなか特に日本の住環境では厳しかったりするので、静かな方がいいかなって。ちょっと TPO に合わせてこうちょっとやりたいですよね。やりたいですね、はい、はい。確かにそこはちょっと選ぶかもしれないですね、ちょっと駐車環境を。うん、ただもうそこさえクリアしちゃえばこんな車ないっすよね。え、はあ、内装かっこいいし、かっこいいしね、速いし、で助手席的にはもう全然、うん、まあ、正直そのセグメントがこのセグメントですから、はい、超広いとは言わないですけど、うん、全然十分な、うん、はい、でシートヒーターもついてるし、うん、ちょっと今出てるんですけど、はい、あるあるなんですよこのモニターのビビリを。あ、はい、今ビリビリビリって言ってるじゃないですか、はい、これあの対策できるんで。あ、そうなんですか。はい、大丈夫です。ビリビリビリってずっと言うんですよ。なるほど、はい、最初これメーターなのかなあそこなのかなとかいろいろこうやってたら、あ、結局ここなんですね。そうなんですよ、あらあれなんですね。そうなんです。あと AMG の、 あの GT2 ドア、はい、あ、もうなるんですか。もう、はい、あるある。このタイプのモニター結構あるあるです。こう取り付け捨てのこっちからなってるんですけど、はい、ちょっと取り付け的にもちょっとこう。そうなんですよ、 ここだけですもんね。そうなんで、あの対策はそんな難しくないので。前みたいに埋め込まれてるタイプじゃないですからね。そうなんですよ。なんだろうな、あと嫌なところ、あ、そう、嫌なところ僕あります、はい、特に左ハンドル あの C クラス感じるんですけど、ステアリングの位置とシートの位置が良くないです。あ、そうですか。はい、それがなんか考え方があるんでしょうけど、僕の感覚的には合わないです。ただ乗ってて体が疲れちゃう方そんなレベルじゃないんですけど、気持ち的にはもうちょっとこっちに寄ってほしいです。 あと 2センチ。なるほど。シート持つか、ステアリング。ステアリング。はい。なぜかというとシートはもう寄せられないと思うんですよね。はい。で、なんかこう今こう普通にまっすぐ座ってるんですけど、僕の体の中心ってこの辺なんですよ。はい。あと1センチ5ミリ。ステアリングセンターがずれてる気がします。気がします。はい。なるほど。メーカーとして製造上の理由なのか、そのなんていうんですか、あの何か考えがあってこういう位置になってるのか分かんないんですけど、もうちょっとなんかこう中心にあった方がいいかな。なるほど。いいかな。ただそれで運転がどうこうってそういうレベルではないです。なんかちょっとたまに気になります、乗ってて。結構車外のシートなんかつけたりするとそのレールの構造の関係でずれちゃったりとか、うん、はい、レカロとかよくあるんですよ。ありますね。僕あんまり気にならないんですよね。あ、本当ですか。ね、そんなスキルもないんで。いやいや、そんなことないです。そういうあれじゃないですけど、はい、なんかすごく気になります。で、なんでかっていうと、はい、このシート座った時に逆に言うといいところはシート座ってアクセルとブレーキの位置がすごいいい位置なんですよ。あ、なるほど。だから、ね、逆にこうあれっっていう、もうちょっとこっちなのにっていう感じを思ってしまう時があります。なるほど。はい。
でも本当にあの改めていろんな車乗せてもらうじゃないですか、うん、はい、このハンドルシートペダルのこの位置関係ってめっちゃ重要ですよね。重要だよね。でこう車種によってメーカーによってこんな違うもんだっていう。そうなんですよ、改めてね知りますよね。当たり前の話なんですけど、結局万人受けというかその、うん、いろんな人にニュートラルに作ってるじゃないですか。そうですね。でもちろんそのステアリングはチルトとテレスコで調整できますけど、はい、こうこううん、まあ、シート の, その高さもとかも調整できるんですけど、うん、なんかこう低くしてもちょっともうちょっと低くしたいなとか、はい、ペダルがもうちょっとこっちだったらなとかありますよね、うん、ありますね。割とメルセデスそんなにこう、うん、めちゃくちゃ特徴的なそのペダルのレイアウトとかないですけど、はい、それでももうちょっとっていうとかたまに、うん、アメ車とかもびっくりするのありますよね。ありますね。えどうしてこのペダルの位置になったっていう。そうなんですよ、はい、なんですかねあれ。 どういうことなんですかね。あれこうあペダルの位置考えてないけどこうあここはの位置つけられるからこそうしようみたいな。ひどい言い方するとそんな感じを、まあ、昔は多かったです。はい、僕あのちょっと車種名は伏せますけど、はい、某アメ車の右ハンドル、うん、割と最近乗ったんですよ、はい、びっくりしましたよね。あペダルのレイアウト嘘でしょっていう、うんうん、まあ、左ハンドルありきみたいな感じのデザインじゃないですか、うんうん、そうですね、はい、でも意外とヨーロッパのメーカーってどっちでもいけるように2000年代入ってからだいぶ変わりましたよね、うん、でもなんかそういうのを考えるとやっぱりメルセデスとか BM って優秀で行き過ぎないスポーツシートにしといて、やっぱりこうスポーツシートでね作るとこう背中の膨らみも合う合わないとか本当に人を選んでしまうので、そうですね、はい、すごく優秀でなんとなくこういいとこ取りを分かってるというか、はい、もう適度に味わえるってすごくいいことですね。そうですね、うん、マックス250キロぐらいでしたっけこれ。そうです、ですよね、でも一応あのリミッターですよね。それがだからもうもちろんその日本の環境では出すとこないんですけど、うん、はい、なんかもう全然多分出しても余裕だなっていう気がします、うん、感じ取れますよね。こうやって60キロ70キロで走っててもこれだけ全然余裕なんで、もうパワーも絶対そんなのもあの、うん、息継ぎすることなくバーって250キロまで出るんだろうなっていう。そうですね。僕あのドイツ行かしてもらった時に、うん、A4 のディーゼルかな、はい、A4 アバントのディーゼルで、うん、アウトバーン走ったんですよ、はい、はもうちょっと日本のそのスピード出す感覚とやっぱり違いますよね。うん、ブレーキもそうだし、はい、こうステアリングの感覚とかも、うん、欧州車でどっちかっていうと重いの多いじゃないですか、はい、でもやっぱりここで200キロとか出したら、まあ、ステアリングこの重さ必要だよなとかって思うようになりました。そうですね、はあ、うん、だそこから考えるとなんかもう絶対出るし、うん、安定してその速度域でもこれ走れるし。そうですね、はあ、巡航速度こうメインとしてるところがもう全然ですよね、はい、倍近く上なんで、そりゃこのサイズのブレーキも必要だし、うん、あわよくば510馬力あっても全然なんか持て余しちゃうというか、うん、まあ、必要に応じて使えるし、うん、でそこを前提にした作った車はやっぱりこう安全性ももうメルセデスといえば安全じゃないですか、うん、だって何でしたっけ223か、うん、リアにエアバッグついたらしいですよ、ついに。そうですか、はい、後部座席用エアバッグついたらしいですよ。なるほど、はい、え、それはこのヘッドレストとかに入ってるってこと。この背中から出てくるんじゃないですか、ね、あー、なるほど、はい、でもめちゃくちゃ考えられてるなと思って、うん、だって事故した時になんか音出して鼓膜守るやつとかもついてたり、それ車種あるんですよね。 C の後期もついてんじゃなかったっけな。スピーカーから音出して鼓膜守る、うん、その逆の音出して逆の音っていうかその、うん、はい、はい、音を打ち消すように音出して鼓膜守る機能がついてたりとか、はあ、うん、素晴らしいね。僕あの東京店で動画撮影してる時に土に教わってちょっとちっちゃく感動したのがあのアウディが横からの衝突に身構えるっていうのが、あれ確かでもメルセデスも新しく採用しましたよ。そうなんですか、すごいな、好きですよね、うん、だからどこまで行ってもこの
そういうところにつながってるかもしれないですね、この運転したその感覚も。そうですね。なんか本当こうなんかこうどうやって伝えた方がいいか分かんないですけど、うん、本当にガンガン踏んでくるんですよ。わ、うん、かります。はい、これも乗ってもそんなに撮影って言ってもそんなにこう、まあ、車両紹介だとこう街の中ブーって走らせてもらったりとか、はい、みたいなその高速ブーって走らせてもらったりとか、うん、短い時間ですけど、うん、乗らせてもらうんですけど、はい、その PV 風の乗ってのを撮るときとかって結構距離伸ばしてもらってるんですよね、うん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 、それでも、うん、これ全然踏んでも大丈夫だと思うのが、うん、C63 とか、うん、あと AMGGT、はい、あの辺、うん、あとはレクサスとかも結構全然踏んでっても大丈夫だなって感じ。レクサスいいですか。レクサスいいですよ。レクサス周りで頭いいですね。トラクションコントロールとか全然 LC とか踏んでってもどこまででも踏んでいけるっすね、うん。でなんかポルシェとか BMW ってもうこの なんて言えばいいんですかね、こう僕じゃこう扱えないなっていう、ただそこにこうなんかすごくこう、はい、面白さというか、そうなんですよ、はい、ワクワクする感じは感じます、うん、ある何ですかこう誤解を恐れずに言うならこうベンツってこうワクワクもありつつ安定感の方じゃないですか、うん、そうなんですよ。で BM ってギリギリだぞみたいな、なんかこう車が駆け抜ける、大丈夫、そうそうそう、はい、大丈夫みたいな感じでこういやいやダメだなっつってアクセル戻す感じですけど、もうだから駆け抜ける喜びとはもうよく言ったもんですよね。本当です、はい、うん、喜べますよあれは、うん、だから最近のポルシェはなんとなく薄れてきましたけど、やっぱりちょっと前までのポルシェってあの任せたよあなた次第だよみたいなところがあって、あ、そうなんですか。なんかそんな感じがしますね、僕の感覚的には乗りこなせるならどうぞみたいな、ゆっくり走ってもいいですけど。それど土方さん的にはどれぐらいですか。993とか996だともうだいぶ穏やかですかね。あ、そうなんですね、はい、997なんて GT3 とか乗っても、はい、これ全然いけちゃうじゃんみたいな、ちょっとあの間違ってしまうというか、はい、自分でこう誤解してしまうというか過信してしまうというか。じゃあ空冷ポルシェのその過激なモデルとかって もっとこうピーキーというか。いや危ないですね。あ、そうなんですか、ね、はい、危ないって言ったら語弊ありますけど、でもそれを操れた時のこの喜びと、はい、はい、面白いですね。だから僕は964はすごく大好きですね、はい、もうリアタイヤでこう走らせるっていう感覚がもうガンガンに伝わってくるんで。カメラマンの99.1か、うん、でも結構それを感じちゃったんですけど、うん、はい、わ、すげえ車だなこれと。そうですね。でもなんかこう昔にで言われるようにその RR 独特のこう強烈なタックインとかは、うん、ほぼほぼもうないので、だいぶマイルドになってるんですね。そうですそうです、相当マイルドになってます。993から徐々にマイルドになり始めて、はい、水田になってからは相当穏やかですね。なんでこうリアフェンダーがどんどん広がっていって、リアのアームが伸ばしていって、そうですね、あのこううまくこうレバー引き稼いでみたいな、アームが長くなっていってマルチリンクだってとか。ちょっと話はそれちゃいましたけど、まあそういうのとは対極のこのどこまで行ってもこの安心安全のフォーマチックじゃないのこの安定感すげえっすよ、うん、でもね僕さっきあの、はい、あの出だしで言いましたけど 190E3.2、はい、サーキットで走ったんですけど、はい、あーすごいっすよ。あ、そうなんですか。でもねめちゃめちゃ安定するんですよ。へえ、はい、例えばこうオーバー出して、はい、ちょっとテールが流れるじゃないですか、はい、その時の挙動がものすごい掴みやすいんですよ。はあ、もう出るなっていうのが分かるので、なんかこうグーッとコーナリングしてて突然出るとか突然出そうとかっていうんじゃなくて、はい、やっぱ AMG の作り方ってもともと AMG ってもう純粋なレース屋さんじゃないですか。だからもうね、田舎の街で始めてチューニングしてレースやってっていう、なんかずっとそういうのがやっぱり企業としてこうベンツグループに入ってますけど残ってるのかなと思いつつ、今も A さんと M さんの、そうなんですよ、 G で町、 G っていう町で作った、はい、そうです、はい、クラフトマンシップが生きてるわけですよ。アフレヒトさん、はい、メルヒャーさん、グローザスバッハですよね、はい、
そのエンジンのその組み立てがワンマンワンエンジンとかっていうのもやっぱりつながってるんですよね、うんうん、だと思いますね。やっぱりだってこれだけだってこうライン化されたその車製造の時代に一人でエンジン組み立てるんですよ。なんと効率の悪い。本当ですよね、はい、本当ですよ。普通にこう企業としてですよね、はい、ビジネスとして考えたら成立しないわけですから、それをちゃんとやっていくっていうサインまでして。そうです。しかもだから作った人の責任みたいのも発生するわけじゃないですか、はい、名前まで書いちゃったら。そうです、はい、だからその一番最初に戻っちゃうんですけど、だからそれがこの価格になってるって今めちゃめちゃお買い得じゃないですか。いやめちゃめちゃお買い得ですよ。ですよね、はい、間もなくだって3分の1に迫ろうかという。そうです、はい、いやこれが距離といて10万キロとか、そうもう15年落ちとかって言ったら分かりますけど、うん、はい、もう消耗品と思えないようなものも、もう交換サイクルのタイミングだよねって言われたらそれは安いよねってなっちゃいますけど、この車に関して答えで言えば全然そういうこともないので。でも正直その新車で買われた方のこの目減りに関してはちょっと申し訳ないぐらいちょっとあれかもしれないですけど、はい、まあ、ただその新しい状態でこう楽しめる期間だったりとかっていうのもあるんで。そうですね。でもまだこう2万8000キロの車なんで、はい、エンジンミッション全然元気じゃないですか。これ味わってもらいたいですね、この価格で。高級国産車よりむしろ安かったりっていう。いやいや本当ですよ、はい、価格帯になってきているので、楽しんでいただきたいです。で最後になりますけれども、はい、この車めちゃめちゃお買い得じゃないですか。お買い得ですね、はい、というかもう C63 全体的にもう結構買い時というか。そうですね、はい、あのだいぶ値段が下がってきて買い時な感じ で今そこで安定してますんで、ちょっと狙い時かなと思います。ちょっと動画なんで詳しい金額はあの変更がある場合があるんで、はい、ちょっとお伝えできないですけど、そうですね、動画の説明欄の方からご確認いただけますので、はい、もうだって3分の1に3分の1ぐらいになっちゃってますね。ですよね、はい、だってこんなにだって走行も少なくて、うん、はい、車の魅力は変わらないわけじゃないですか。そうですね、はい、でここから下がり幅ってこうやっぱり少なくなってくるので、最初のこう落ち幅よりかは、うん、そうですどんどんと落ちてきてるんで、はい、ここからは安定してくると思います。そしてうちとしてはもうぜひこの車をベースにいろいろカスタマイズして、うん、そうですね、個性を出していただいてもいいんじゃないかなと思います、うん、パーツも豊富ですからね。そうですね、 C63 の場合かなり多いですよね、はい、エアロパーツ、タイヤホイール、うん、はい、まあ、いろんなものが出てますので、うん、まあ、いろんなご提案ができるんじゃないかなと思います、はいはい、というわけで、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.